皆さんこんにちは。1階アクセサリー売り場コレットマルーフの江口です。奥本です。今日はこちらのポニーブレーダーを使って秋のおすすめヘアアレンジをご紹介いたします。こちらのポニーブレーダーは素材にシルクシャルムースを使用していて、柔らかく光沢感があります。しかも長さを調節しやすいので、お好みのニュアンスを出すことができますし、巻きつけるだけでなく髪と一緒に編み込むこともできます。ではノーマルスタイルのポニーテールをはじめにご紹介いたします。まず髪の毛を一つにまとめまして、気持ち耳より少し上目でまとめていきます。髪をまとめましたら、こちらポニーブレーダーを使って留めていきます。リボンが邪魔になることもあるかと思いますので、一度固定してゴムの部分を下にこのように引っ張ってあげると、リボンが邪魔にならずに綺麗に留めることができます。留めましたら毛先を裂いて、こちらトップを少しふんわりさせてあげます。今回は色が違うタイプのポニーブレーダーをもう一本追加して、少しボリュームのあるポニーテールに仕上げていきたいと思います。先ほどと同様に結んであげて留めてあげます。で、長さを調節してあげて、ゴムの周りに巻きつけてあげます。この巻きつける回転によって、最後のリボン結びの長さや大きさが変えることができるので、お好みの長さに調節をしてあげてください。リボン結びしましたら、今日はちょっとふんわり仕上げたいので、こちらのモデルさん少し巻かれてますので、毛先でねじって下からこのように裂いてあげて散らしてあげると、ふんわりしたニュアンスが出せます。これでノーマルスタイルポニーテールの完成です。次は三つ編みと一緒に編み込んでいくアレンジをしていきます。まずはじめに流したい方向に髪の毛を集めていきます。今日は右側に流したいので、右方向に髪の毛を集めます。集めましたら、先ほどと同様の要領で結んでいきます。結びましたら、ゴムを少しずらします。ずらしたら真ん中をきれいに裂いて、裂いたところに毛束を上から下に、リボンも一緒に通してあげます。通したら最後に毛先を裂いて、こちら真ん中を少しふっくらさせてあげます。これでフリップスタイルの完成なんですけれども、次にこちらを使って毛束を三つ編み一緒にしていきます。まずはゴムが見えてますので、ゴムの周りをこのように巻きつけてあげます。巻きつけましたら、毛束を3等分して三つ編みを編んでいきます。リボンが毛束に隠れやすいかと思うんですが、このように面を上にしてねじらないように編み込んであげると、リボンが出て隠れずに綺麗に編むことができます。ある程度毛先まで来ましたら、安定感が悪ければ細いゴムを使って結んであげます。このように固定すると毛先の処理がしやすいです。あとは巻きつけてあげて結ぶだけでもいいですし、今日はちょっとリボンを結んでいきたいと思います。小さくリボンを結んで前に回せば完成です。いかがでしたでしょうか。コレットマルーフでは10月9日から15日までの間イベントを行います。ボビーブラウンとコラボレーションし、10月の12日、13日、14日の3日間、1時半からと4時半からメイクアップとヘアアレンジのデモンストレーションも行います。ぜひ店頭へお越しくださいませ。お待ちしております。